世界的にも注目を集めた因縁の再戦は思わぬ形で話題となってしまっている。6月24日に東京大田区総合体育館で行われる前ボクシング WBO 世界スーパーフライ級王者の井岡一翔、志誠、当王者ジョシュア・フランコ、米国によるボクシングの WBA 世界同級 52.1kg 以下タイトルマッチ12回戦だ。発端となったのは23日に都内で実施された前日計量だった。大麻成分検出騒動後初の公の場とあってピリついた緊張感を醸し出した井岡が 52.0kg でパスしたのに対し、王者のフランコが 55.2kg でオーバー。日本開催の世界戦ではルイス・ネリの 2.3kg 1度目再計量も 1.3kg 大幅に超える体重超過となったのである。1度目の計量から2時間後に行われた再計量も 2.9kg オーバーでパスできなかったため、フランコは WBA ルールに伴って王座剥奪。試合は王座戦として実施される運びとなったものの、井岡が勝った場合にのみ王者が生まれる異例のマッチメイクに変更された。この騒動についてフランコを指導しているロベルト・ガルシア・トレーナーは自身のツイッターを更新。そこで、ここ数日、いくつかの問題があって、数時間前まで我々は試合が中止になると思っていたからこうなってしまった。ジョシュは常にプロフェッショナルであり、このような問題はこれまで一度もなかった、と説明。そして、計量を前にどうするかは話し合って、合意していた。井岡本人と彼のチーム、そしてプロモーターたちには感謝しかない、と投稿した。とはいえ、今回の歴史的と言うべき体重超過には海外の指揮者たちからも批判的な声が上がっている。米ボクシング専門メディアボクシングシーンのクリフ・ロルド記者は6ポンドだと、これはあまりに馬鹿げていると目の当たりにした数字を嘆いた。井岡陣営が当日体重 58.9kg を受け入れたのが非常に不思議。 2.9kg オーバーしてるのにそこからさらに 4.0kg も戻せる。体重制限内に等しい。1階級上でネリが体重超過した時でも当日のリミットは 58.0kg。 井岡は以前、試合当日は 3.5-4kg 戻すと言っていたから当日は 56.0kg ぐらい。体重超過にも全く文句を言わないし、なんでそんなハンデマッチを許容する。違和感しかない。計量前に話し合ったって書いてあるから、ウェイトオーバーは分かってたことだから動揺はなかったんだろうね。当日のウェイトはマジで謎だけど、想像できる可能性としては、フランコ側が THC 陽性問題を盾に計量オーバーと当日130ポンドを受け入れなきゃ試合しないって形で交渉したのかもね。PPV 入ってるから井岡側は試合キャンセルは何が何でも避けたかったろうし、受けざるを得ない形になったと。昨年12月31日の王座統一戦で激突してドローとなっていた両雄。それだけに完全決着をつけるべく周囲からの期待は高まっていたが、予期せぬ形で注目を集める結果に。井岡は周囲の喧騒の中でタイトル奪取を果たせるだろうか。1回目の計量失敗の後に減量に行くことなく、井岡陣営とグローブチェック等の申し合わせをしていたと報道にあります。まるで体重超過を気にしていない井岡陣営、怒りのコメントさえ出さない井岡陣営。放送局がアベマに移って一発目で、フランスで行われるタケルの試合とセット販売もされているということでキャンセルしにくかったんじゃないかとも思えますが、ネリの記憶もあるだけに軽量級でこれは危険な気がします。
フランコは中止になってもまた王者挑戦したりバンタム転向したりしてファイトマネーを稼げればよい。だから中止を恐れていない。フランコ陣営は大幅体重超過に戻し制限もなしじゃないと試合しない。嫌なら中止で良いよってスタンスなわけ。でも井岡は試合するしかない。 WBO のベルトを捨ててまでリマッチを選んだばかりに中止なら井岡に何も残らない。井岡はどんなに不利でもこの条件で試合を受けて勝たないと先がない。井岡は中谷潤人から逃げて WBO のベルトを捨ててまでフランコの WBA に挑戦しているの。ここで中止にしたら井岡には何も残らない。世界チャンプですらない稼げないベテランに他のチャンプマシテやエストラーダが試合してくれるわけない。そういった井岡サイドの背水の陣を利用されたってわけ。だから体重超過しても試合は行われると確信しているし、戻し制限もほぼないルールを井岡陣営は飲むしかない。井岡はどんなに不利でもこの試合に勝つことでしか未来を手にすることはできないんだよ。プロフェッショナルとは何か考えさせられる。井岡に対してもフランコに対してもいろいろ曰くがついた試合になってしまったし、どちらも試合内容以外で価値を下げてしまった。残念だと思う。当日7ポンドオーバーだなんて考えられない。この世界では若きなトレーナーであるロベルト・ガルシアの言い訳も白々しく聞こえてしまう。井岡に感謝が本気なら、明日は合意した130ポンドではなく126ポンド以内でリングインしてもらいたい。格闘技に詳しくない人間が聞けば、たかがプラス約3キログラムと思うでしょうが、ことボクシングにおいては絶望的なハンデになります。もちろん実際は単純計算にはならないわけですけど、大雑把に言えば、ただでさえ自分の顔めがけて硬い物体が高速で断続的に飛来してくる世界なのに、それにプラス 3kg 分の重量が乗っかるんですから、軽量級の骨格や筋量じゃ当たる側からすれば下手したら死にます。トレーナーはフランコをプロフェッショナルだと評してますが、プロフェッショナルなら勝手に開催中止と決めつけて備えておかないなんて、矛盾も矛盾ですし、確信犯なのは間違いないでしょうね。誰かが中止にすべきだ。通過 JBC は何やってんの。これだけの体重差があっても井岡には負けて引退してもらいたいのが JBC の本心だろう。しかし最軽量で 200g しか落とさないということは落とす気もない確信犯。体調万全だろう。練りの倍以上のウェイトオーバーで2階級差で戦うなんて馬鹿げている。取り返しのつかないことにならぬよう勇気ある撤退を。 JBC も中止にしろよ。 PPV 含めチケットを売ってしまった今、中止にならないと日本は完全に舐められとるな。山中さんのようにならぬよう祈るばかり。